水遁水飴なばら。なんだこいつ。隊長。ああ。襲撃犯についてはまだ割り出せるようなものはないですが、うん、俺たち通貨の中だからよ。美月のことなら何でも。にしてもこの浜田の兄ちゃんも任務が中止なら昨日のうちに言えっての。さつ美月に知らせてやろうか。何が通貨の中よ。俺と美月の中なら家の場所。美月、直接連絡が入って遊びに行ったとか。待ち合わせ場所に来ないで。いる。おいおい。うん、部屋にはいないみたい。なんつうか。おお。美月、一人で暮らしてるってのは聞いてたけど。そんなことなかったよね。ああ、すぐ近くにいたのに。うん。で、いろいろ忙しかったからね。どこか美月の行きそうな場所。いつも一緒にいるんだから、ボルトが一番知ってそうなもんだけど。こっちも見つからなかった。なんか超ナーバスな空気だし、バビ屋敷に招集かかったって。どこの班も急に任務が中止になったわけじゃないよね。萌木先生に聞いてみたんだけど。なん悪い、用事ができちまった。ちょっと待ちな。美月がいなくなった。どういうことだ。五影階段を踏まえてのただの会議だ。美月のことなんか聞いて。心配じゃねえのかよ。とにかくもう時間だ。おとなしくしててくれよ。懐いた。ああ、この浜田の兄ちゃんもなんか隠してるってばさ。すでにサイさんたちも動き出したそうだ。襲撃事件となるとラチバカね。そうか、そいつはせめてもの救いだ。にしても行くって可能性はないの。いや、それならサスケから何か連絡が。変わった動きはないぞ。テロや破壊、見張りの襲撃だけとなるといまいち目的が見えてこないね。長旅から帰ってみたらこの有様か、ナルト。何、ガキの頃何度も怒られてよ。五代目、いつ戻られたんですか。そんなことはいい。襲撃にあった。当然調査は進んでいるんだろうな。襲われた中人のか。いや、確認してほしくて。この襲撃事件と関係が。やはりそうか。今朝から誰も。可能性は高いな。美月の立場上狙ってくる奴が。つなでのばあちゃんにはまだ話せてなかったな。重要性を考えて相談役の二人にも来ていただいた。判断の三。それじゃあ、いいの、頼んで。これで覗けるのは意識をなくす直前が限界ってとこかしら。そんな。月の落ちる方向に逃げて連れ去られたんじゃない。自分の意志で。誰かが変化の術だ。待ってる以上まずは本人であると考えるべきだよ。こいつは。その美月とかいう忍び、襲撃犯とつながって。まだこの段階で美月が裏切ったと断定するのは早すぎませんか。この関係者に連絡を。確かあいつの里は音隠れでしたよね。それは事件の前からすでに監視をつけていたということですか。この浜で美月はどういうつもりだ。ナルト。ああ、忘れるわけないってばよ。だが僕理由がないってばよ。奴の動く理由などこちらに理解。すべてにとって重要になるはずです。ナルトはそのことを考えて。はっきりとしたはずだ。オロチマルの息子は親同様に。俺の息子、里に害をなす存在だと考えるのは道理だ。いや、そんな奴じゃねえ。父ちゃんたちが当てになることだ。イノさんの見た記憶は嘘でも幻でもないんだよ。私たちが美月のすべてを知っているわけじゃないでしょ。そんなことねえよ。私も一度だけ会ったけど、なんか変な件。でも美月の親がオロチマルだって知って、この浜田先生相当は分かってるんでしょ。美月には私たちの知らない部分がいっぱい。信じてやらなきゃ。誰が信じてやるんだ。私だって美月。
感情に振り回されずに、すべ。なあ、サラダ。何？せめてお前には最後まで、美月を信じ。聞いたぞ。鹿だ。ついさっき。じゃあ美月は？おそらく正式な追跡部隊が編成されるはず。信じてやらねえんだ。今日はいろいろあって疲れてんだ。どこ行っちまったんだよ。お前美月どうなってんだよ。何だったんだ。から伝言があった。なんて。これは僕の意思でも、それを確かめる方法はもうここにはねえ。足に立ってのにな。全然分かってやれてなかったことに。待って、確かめて。美月の意思ってのよ。分かってるの？ああ、腹はくくった。その蛇をオロチマルの研究所に持っていこう。私もついていってあげる。いいのかな。お前まで追われる立場。私も美月の意思を知りたい。サラダ。それに。なあ、美月の蛇の血なんだと思う。よっしゃ、じゃあちょっと手がかりゲットして、すぐに美月のこと。月の裏側。待ってろよ。